これまだ続きあるよね、あるよね、いや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 、ある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 、いやあるって、あるって。この車をバイクに例えると何になるのかと俺宿題出してたでしょ、1台ずつやっていきましょうと。ああ、そうやね、そうやね、そうやね、はい、あの、まあバイクに例えるならば、バイクに例えるならば、まあ、これをバイクに例えるならば、まあバイクに例えたらもうそうやな、これは、もしかして考えてませんでした？1週間前から言ってましたけど。ああ、そういう人なんですね。はい、ね、基本的な話で言うたらね、そうなんです。まあ、その宿題はね、あれなんですけどね、言ってるじゃないですか、小学校の宿題選択のやつ言ってるじゃないですか、小学校って。いや、小学生と話してないもん。それっていうのはいてるじゃないですかって話してるじゃない。いや、やると言ったらやるかどうかでしょ。いやいや、やるって言ったらやるかどうか。いや、そうでもないかな。いや、捨てられるんで怖いね、やっぱり。いや、とりあえずなんですけど、まあ、これは何やろうね。これはバイクで例えたら何すか。この辺は何だろうね。まあ、ざっくりざっくり思ってる、見た目だけで言ったら、見た目だけで言ったら、俺も車明るくないからな。 2500cc っていう車は、で言ったらな、バイクで言ったら何 cc クラスになるんですか。多分その 600cc ぐらいになる。 600cc ぐらい、400とか600とか。400はないでしょ。400はないかな、まあまあ600とか、600、はい、600、700とか、この辺じゃリッターじゃないわって思う。じゃあ600やったとして、うん、600やったとして、600やったとして、バイクで V6 のエンジンとかありますね。え、バイクで V6 のエンジンはない。 600cc はない。ない、 600cc はない。うん、まあまあまあ、それで言うたら、まあ繰り系で言うたら、まあ古いっていうイメージ的なところで言うと W とか、ね、650かな。280馬力の4駆よ。無理があるかな。のセダンよ。あのね、スポーティー感ごめんないわ。ない。ないの？ない。別にない。あの、それで言うたらなんかこうすごい感じなんかなと思ったんやけど、別に普通やん。はい。別にバーフンフンだけど。はい。みたいな。はいはいはい、うん、っていう感覚です。だから僕この4台しか読んだことないんで、本当にあの自分の運転したことないからなんですけど、でこれはもう単純にもうミラーに関しては感覚で言うと K2 輪みたいな 250cc の、何ですか、 125cc から 250cc まで4気筒。4気筒なんですか。バイクで言ったらなんですけど、4駆っていう、4駆押すな、4駆率高すぎるんでこれだけやねんっていう子ある。いや、そう、いや、そもそもみんなおすすめ持ってこいやったじゃないですか。そうやで、4駆はおすすめ。いや、4駆は4駆で好きや。ただ4駆は好きっていうだけでな、まだちゃうかな。そうです、ミラの4駆。ミラの4駆むちゃくちゃ珍しいんですよ。乗ってた、僕もその乗ってた昔に、10年以上前に乗ってた当時もめっちゃ珍しかったんです。よかったんで、だからそれはそうですごいんですけど、ただあの、まあ、バイクで例えるならばなんですけど、4気筒の4駆のバイクってなかなかないですよね。まあ、ざっくり、まあ、ないですよね。ないです、ないです。それで言うたらヤマハ系になるんです。ヤマハ系でなんか言い方悪いんですけど、なんですかね、イケてそうでめちゃめちゃイケてるわけじゃないでっていう。いけてそうやけど、いや、めちゃめちゃいけてるのは違う、そういう意味合いじゃないねんって、そんなんちゃうねんって。あの、だから別に批判とかしてないから、本当に、いや、そう、いや、批判じゃないからね、これも批判じゃないから、いや、こん中での順番を決めただけやし、で、なおかつ例えたらの話を言ってるだけやから、はいはいはい、まあ、感覚で言うたら、その4気筒は4気筒みたいな、250の4気筒、はい、よく回るし、はい、楽しいんですよ、はい、で、よく走るしっていう感じなんですけど、まあ、めちゃめちゃなんか超優等生かって言われたら全然違うんですよね、これって。だから何なんですか。だから優等生の部類に入るんじゃないんですか。ごめんなさい、僕は入らないですね、優等生ではない、はい、ごめんなさい、優等生ではない。で、それで言うたら、そのこれもだから 600cc です、 K4 じゃないですか、もう K2 輪枠で言うたらなんですけど、はい、これはちょっとスポーティー感あるやつだと思うんですね、はい、逆に言うたらスポーティー感ないんですか。ないです、
形だけなんですよ、それ。、はい、あ、それ形で言うてるんだ、はい、それで言うたら、その乗ってスポーティー感があるって言うたら、こっちはもうどちらかったら、まあ、CBR の250ダブル R みたいな、とりあえず、とりあえず CBR250 のダブル R、はい、まあ、これはまあその CBR250 って基本的で言うたら結構優等生なんですよ、あれは結構優等生なんですよ、はい、でもはっきり言うて200、まあ、これバイクで言うならばなんですけど、車のことは分かんないですけど、はい、もうバイクで 250cc で4気筒で、はい、4サイクルで一番走るのどれかっていう話をするならば、はい、もう完全にもう CBR とかホーネットとかジェイズであってエンジンが一番優等生なんですよ、はい、でもう足回りもほんま優等生なんですよ、それで言うたら、はい、まあ、それで言うたらね、一番すごいのはまあホーネットかなと思ってしまう、足回りのことまで入れてしまった、はい、ただホーネットまでは言い過ぎやっていうぐらいの感じなんで、はい、それで言ったらじゃあ CBR かなっていうところですね、はい、まあ年式的にもね、ね、まあ年式的にもそうかなと、はい、でそれで言ったらまあそのレガシー、レガシーはね、これ優等生すぎる、マジで優等生すぎる、僕からしたら。だからそれで言うたら、まあその排気量の外も考えたりしたら、どちらかって言ったら CB750 系ですね。さっきあの 2500cc が 600cc で 2000cc が何ですか？ 600cc とも言うたら一緒ぐらいの感覚ですよ、感覚で言うたら、うん、だからその、教習車にもあったあの CB7 班ですよ、はい、CB7 班シリーズがあるんですけど、いっぱい年式は長かったんですけど、もうそれかなと思いますね。 CB7 班古くないですか？古いです、古いですけど、2008年ぐらいまで売ってました、ね、ああそうなんですね、はい、多分あのキャブ車が行けるところまで7年か8年までは売ってました、はい、だから別に古いやつもあるけど新しいやつもあるというような車両になりますけど、まあそれでほんまに優等生、これマジでいい、もうこれはねほんまにね、もうこれ言うたら悪いですけど、もうマジでオートマ欲しかったもん、乗ってから気づいたのが、もうオートマやったら完全俺乗ってたもん。すいません、すいません、6速やけん価値が上がるんですよ。違う、そこはだからそれは違う、ちょっと違う、だから分かってる、もっと安く買えたし、いや分かってるぞ、ね、分かってるぞ、ね、聞いてください、本当に聞いて、じゃそれはだからめちゃめちゃだからそれすごかったんですほんまに。いやだからオートマは安いんですよ、悪いけど。いやだからオートマ、だからそれで言うたらまあ安いっていうのはあるかもしれないんですけど、はい、いやでそれ感覚の話、僕の。いや違います、僕の感覚、違います、僕の頑張りの話です。いや頑張りの話はそれは近藤さんはあると思いますけど、それはね、それ俺頑張ったのにオートマの方が良かったって今言われて、いやごめんなさい、そこはね、じゃそれは僕のその何て言うんですかね、勝手なあれじゃないですか、そうだ、あんたギアガチャガチャするの嫌やけん、オートマの方が楽やけんでしょ。そうですよ、ね、でそのこの足回りがあってこのエンジンが積んでたら、いやもうすげえなと思って、でもうさらに言うと、はい、この年式もあるんですよ。あ、そうなんですか。後期型なんですよ、はいはい、本当に。いやこの足回りめっちゃいいですよ、ほんまいい。もうふざけんな、ほんまに。いやほんま、まあまあ、じゃあただ個人的な話ですよ、ほんま。だってこれね、遊べるところがないんですよ、僕まだ遊べるところ、遊べるところに行ってないけん。いやだから遊べるところに行くのはいいなと思うんですよ。だから雪道とか雪の山道とか行けばいいんや。雪はちょっと絶対面白いけん、面白いって、いや面白いって思いますよ。いやこれと同じぐらい違う、これの面白さがこっちに来る。雪道やったら、ね、うわ登るやんみたいな、行けるやんみたいな。雪道四駆でね、その昔その、いやすいません、一緒にしないでください。いやそれは一緒にしちゃダメと思いますけど、はい、四駆やったらもうさっとで探したら完璧やんって思ってますから、はい、ほんまに。そこをまあそれはそうですかね、速度域を上げればまたちょっと違う面が出てくるじゃないですか、うん、なるほどね。いやまあただほんま完璧すぎるから、ほんまこう高速もう何て言うんですかね、ほんまにね、これはね逆にね、何俺ギャングパーツでバイク買って完璧すぎるけんっつって、グーグルマップかなんかで星1個とかにしようかじゃん。違うってそんなんじゃないって。逆にほんまに思ってるのはコンピューターちょっとやり変えたろうかなって思うぐらい、はい、いやコンピューターとかじゃないんすよ。いや僕だから、それはね、その近藤さんの価値観と僕の価値観は違うじゃないですか。そこはまずは違う、知らんわけやん。知らんくせに価値観とか言うなよ。いやまずはこういう楽し、こういう遊び方が楽しいよって話やん。やれや。いやだから雪道で遊べや。雪
道が雪道の暗がり峠行けや、凍結した暗がり峠行けや、凍結は分かんない凍結はただ事故するだけ。お疲れ様でした。